マセマの数学問題チャレンジチャンネル。皆さんこんにちは。マセマの馬場圭司です。マセマの数学問題チャレンジチャンネルにようこそ。今回のチャレンジ問題は大学数学の問題です。それでは早速問題文を読んでみましょう。演習問題20。偏微分係数の計算1。関数 fxy。イコール x 乗足す1分のアークサイン y について、偏微分係数 fx の1、2分の1、fy1、2分の1の値を求めよう。それではね、ここで一旦動画を止めて自力でこの問題を解いてみましょう。制限時間は6分です。それでは回答解説に入ります。まずヒントから、定義に従ってという言葉がないので、2つの変動関数ね、fx の xy と fy の xy をまずね、これを計算によりね、要するにプラクティカルに求めて、で、x イコール1と y イコール2分の1を代入して、偏微分係数を2つね、それぞれ求めればいいということです。それでは回答解説いきます。括弧1、関数 fxy ね、これ x 乗足す1分のっていうのは、x 乗足す1のマイナス1乗かけ、アークサインの y とこうしておくと。ね、そうすると、x に関する変動関数ね、fx の xy というのは、ラウンド x 分のラウンド、そしてこれ頭でっかちの場合にはね、こういうふうにこう、右下に置くと。そうすると、このアークサイン y というのはこれ定数扱い、x での微分だから。ね、そうすると、x 乗足す1をまずね、t と置いてあったとすると、マイナスの x 乗足す1のマイナス2乗。で、さらにその x 乗足す1を x で微分して 2x。これ、偏微分のね、これは要するに合成関数の微分の考え方。ね。それかけ、アークサイン y と。アークサイン y はもうこれは定数扱いだからこれでいいということ。大丈夫かな？ね。で、このラウンド x 分のラウンドのこれこれっていうのはね、この中学校のここに x と書いてももちろんいいということです。大丈夫？ね。さあ、そうするとその結果、x 乗足す1の2乗分の、マイナスがまず最初だね。マイナスの、x 乗足す1括弧の2乗分の 2x かけアークサインの y と、こういうことになると。そうすると、あとはね、求める、x に関する偏微分係数をね、これは x に1、y に2分の1をこれ代入すればいいと。そうすると、x に1を代入すると1の2乗ね。で、これは2かけ1。そして y のところにはこれ2分の1が入ると。そうすると、アークサインの2分の1というのは、サインの6分の π が2分の1だからね、アークサインの2分の1が、これは6分の π になると。そうすると、これは1たす1で2の2乗で4。4分の2だからね、これはこれとこれで打ち消しちゃって2。そしてこの6が下に降りてくるから、マイナスの6に12分の π になると。これでまず答えと。大丈夫？じゃあその次、今度は括弧2です。関数 fxy の今度は y に関する変動関数ね。そうすると、fy の xy、ラウンド y 分のラウンド、これこれと。ね、そうすると、今度は x 乗足す1分のっていう、x 乗足す1分の1、これはもう定数扱いだから、定数倍のって形。そうすると、アークサイン y を y で微分すると、ルート1引く y 乗分の1になるということね。で、これもラウンド y 分のこれこれっていうのは、ここに y を書いてもいいってこと。ね、y で偏微分っていうのは、こういうふうに、右下の添え字で表したりもすると。ね、で、これはアークサインの y を y で微分すると、ルート1引く y 乗分の1になると。ね、そうすると、これで、fy の xy というのが分かったから、あとはね、求める y に関する偏微分係数はね、x に1、y に2分の1、だから1の2乗足す1分の1。で、1引く、y のところには2分の1が入るから、2分の1括弧の2乗、ね、ルート1引く2分の1括弧の2乗分の1になると。そうするとこれは2分の1。この ルート内というのはね、1というのは4分の4から4分の1を引いて4分の3のルート。だから2分のルート3が分母に来るから、この2と2で打ち消しちゃって、結局ルート3分の1と。これが答えということになるわけです。この問題を制限時間内に解けた人は、B 判定以上です。おめでとう！残念ながら制限時間以内に解けなかった人は、また日を変えて再チャレンジして、ぜひ制限時間以内に問題を解いてみてください。皆さんの成長を心より楽しみにしています。今回の問題は、微分積分キャンパスゼミ、Lbook の解説動画から抜粋したものです。550万部の実売実績と、東大生が一番読んでいる参考書の著者として有名な馬場圭司先生が、
1冊丸ごと約20時間で分かりやすく解説しています。したがってこの L ブックで繰り返し学習することにより、大学の授業では6ヶ月以上かけて教える内容を1ヶ月から3ヶ月程度で短期間にマスターすることも可能です。 L ブックでは1冊だけのご購入でも 15% の割引が即適用されますので、定価 3万3000円の L ブックを2万8050円でご購入いただけます。 L ブックならば塾・予備校で高い授業料を払わなくても、日本の数学教育の第一人者の馬場圭史先生があなたの端末であなたの家庭教師として分かりやすく大学の数学すべて解き明かしてくれます。ですからもう数学で悩むことはありません。楽しみながら短期間に本物の数学の実力を身につけることができます。ぜひ L ブックをご利用ください。